差が詰まってる。負けてない。俺の方が早い。勝負に必要なスピードの乗る直線、道幅の狭いアキラの峠で唯一このコーナーだけが反射された。ライムの自由度も高い。そしてその先は2つの R が重なった複合コーナー。このコーナーを立ち上がって先頭を取った方が勝つ。来たぞ。よっしゃ、86がケツに食いついてる。さあどうする、どう攻める。失速するぞ、86は。